今日はアンパンマンブラザーズで一緒に遊ぼうね。パッケージからしてかなり古いおもちゃみたいだよ。開けてみるね。アンパンマンとカレーパンマンと食パンマン、そして大きなアンパンマンの顔が入ってるよ。ちょっと取り出していってみるね。アンパンマンとカレーパンマンと食パンマン、普通にこんな感じで立たせて遊ばせることもできるみたいだよ。この首のところは回してあげると取り外すことができるんだよね。パチッとなみたいな感じ。そんな感じで取り外すことができて、そして手と足は動かないかな、手を動かすことができるんだよ。なので食パンマンの顔とカレーパンマンの胴体を合わせて、食パンマンにはカレーパンマンを、こんな感じで遊ぶこともできるんだよ。じゃあ食パンマンにアンパンマンの顔をつけてみようかな。こんな感じ、なんか面白い感じになるね。アンパンマンの体にカレーパンマン、不思議なアンパンマンブラザーズだよ。それじゃあちゃんと元に戻してあげようね。カレーパンマンの体にカレーパンマンの顔、そして食パンマンの体に食パンマンの顔、あとはアンパンマンの顔にアンパンマンの体、これで元通りになったよ。アンパンマンの顔で大きなのがあって、ちょっとわかるかな、一回り大きいんだよね。こんなアンパンマン、バイキンマンに攻められた時に顔を大きなものに交換してパワーアップするのかな。顔が大きくなったアンパンマンを見て、バイキンマン目が点になってるよ。ひー、逃げろー。アンパンマンブラザーズのお人形楽しかったかな。チャンネル登録して次の動画も楽しんでね。スマホのみんなは説明欄を見てね。